開けてそうですね。行ってみましょう。初めて見る痕跡ですね。調査の途中でベリオロスの気配を感じて隠れていたの。おかげさまでこちらはいい成果が得られましたよ。調べたらナンパ船にモンスターの襲撃跡があったの。ベリオロスよりももっと苛烈な跡。とてつもないモンスターがこの地に存在したことになるよ。それとこの辺りでまだ新しいものです。これが作られた原因が近くにあるはず。そっちはどう？変わったことは？氷漬けのモンスターか。
ベリオラスの仕業じゃないことは確かね。となると、幻の交流、あれはまさしくイベルカーノ。おばさま、自分を信じて生きなさい。きっとそれの謎に近づくわ。それにあの交流は兄弟よ。きっとあんたたちの力が必要になる。行きましょう。